するしない？どうも、日向彩子です。トッププロ雀士の思考を聞く麻雀の匠、今回のゲストは小林剛プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、麻雀の匠、ルールはこのようになっています。トン4局一本場開始です。皆さん手を開けてください。さあ、ドラは手、今もうトップ目との差が23,800 点差ですね。ゴーさん、あ、そこ見てるんですね。 え、どこ見てるんですか。じゃあ、え、僕はこの6800と14000ぐらいっていう、はい、2着目と3着目との点差を見てるんですか。普段ってそんなにトップとの点差を意識するよりも、いくつ、これから何回か上がって、どこまでいけるかなぐらい見てるんで、現状は3着まで7000点ぐらいっていう感覚が一番大事で、まあ、たくさん上がればそのうちトップも見えてくるとは思いますけど、そんなにじゃあ、本当にトップ動向だったり、気にしてないですね。気にしてないですね、はい。その結果もなんか無駄な大振りが減って平均順位も上がってトップ率もそんなに悪くないとは思うんですよね。ゴーさんの考え方、なかなかこういうのも聞けないですからね。さあ、ダメンツありますか。ドラがペー、この手は端牌が多い、1級から切っていくんですよね、自牌残した。本当にこう自敗の大切さを感じますね、郷さんの打ち筋見ると。あ、自敗があった方が楽ですよ。この自敗3種がペンチャント1とかに変わっても、そんなに変わらないと思うんで、それよりもこの方がやりやすいですね。そうですね、ペンチャンが今できました。基本は薬牌から、薬牌を残してオタカゼを切りますけども、1級を切ってオタカゼを切って薬牌を切ってっていう感じの順が多いですね。確かにこの匠でもそんなような場面多く見ますね。なんとなくなんで9ピン残ってたんだろうな。うん、なんじゃなくて9ピンでよかった気がしますね。20ピンで、なるほど。さっき言ってることとやってること違いますね。確かに、まあでもそうですね。そしてシャーが重なりました。シャー重なりました、これドラ表示牌なんで、もう見逃したらおしまいですね。こう打ってて見逃してしまうこともあるんですか。まあいっぱいありますよ。あ、そうなんですか、はい、いろんな思考の中であれ、っていうパターンですよね。これシャアは泣かないと間に合わないなと思ってるんですが、3万も泣いた方がいいと思うんですよね。仕掛けていくんですね。この手配上がるには3万とシャアがかなりの急所なので、はい、それは泣きたいですね。ペンちゃんからでも、ペンちゃんからでも泣きます。声は出していくと。むしろこの3万落ちした後の配信はすごく安全ですよね。悪くないですもんね。3万が完成して、これとこれがなくて、もうシャートチューン受けのいいシャンテンですけど、スマート、はい。こういう風に見えてるんですね。こう見えてますね、はい。ゴーさん愛ではそう見えてる、はい、なるほど。もう安全で役もあって、僕は こう見えてます。そう見るととてもいいですね。だからネックなところから、そうですね、できれば仕掛けていきたいと。はい、チューンとかパーソーとか引いたって結局3万とシャアが必要になってくるんでね。そうですね。で、安全度を考えると3万からぜひ泣きたいですね。どうなるんでしょうか。場に1枚切れの白。これは白とチューンどっちを切るかで。どちらも1枚切れですね。のパーソーっていう手もあるんですが。でもパーソーは選ばない。さすがに顔面待ちができたらまたちょっと変わってくるので、僕はどっちかを切ります。合わせ打ちするか、それとも
ハクはもうか神ちゃんがね、2巡目に切っている、うん、2巡前に切ってる。で基本的に今泣かれなかった牌の方が統一で持たれてるケースが少ないので、チュンですね、はい、はい、僕はこっち、ハク待ちでリーチをされたりしたら困るんで、僕はハクから先に切ります。おお、この捨てる順番も思考、考え方ありますね。うん、どっちもありなんですけどね。うん、王さんはハクから、もっと前に切られていたハクからですね。そうですね、うん、まあ、今出たばっかりだとまた合わせ打ちがあるかないかによってありかは変わってくるんですが、うん、現状ハクも合わせ打ちがなかったっていう条件だと、ハクの方がその後重ねられてる可能性が高いと思いますね、うん、でチュンは本当に誰も持ってなかった可能性が高いと。パーピン、パーピン、これはチーピンの受け入れはあるんで来てます。はい、そうですね。ツモチーソーとツモチュンは逃したくないですね。うん、さあ、ドラはペー、まだまだ見えないドラです。シャアもね、出てきませんね。まあ、1枚しかないですからね。まあ、確かにあんまり出てこないですね。あ、ウーワン、ウーワン、これはチュンを切るかパーソーを切るか迷うところですが、まあ、自分の都合でチュンですかね。はい、やっぱりこのペンサンマンの部分は不安なので、代わりにヤンメンを作りたいですよね。お、親が仕掛けました。スーワンは関数ワンの形でチー、そしてリャンソーでしたね、手出し。リャンファンを先に切ってるのが怪しいですね。ファイヤーを3色とかにしたのか、それとも3色もないのか、それにしても怪しいな。2位を先に切って、ワンズの3号を残す。ファイヤーとか3色に決めた、うん、もしくは、実はあの部分はリャン、カンチャンじゃなくリャンメンだったっていうケースが。うん、それにしても3万が減る。なんだろう、1巡前に3万引いたっていうケースですかね。ちょっと ローピンの手出しかどうかを見落としたんですが、2と5があって2を切って自順3万を引いたっていうケースもありますね。うーん、あ、でもそれローピン手出しが変だな。なんだろうな、考え方ですよね。2と5が浮いてたとすると、ローピンの手、ローピン切りが変なので、うん、やっぱ2、3、5だったと思う方がいいですね。うん。そうすると、3色とか単野を強く意識したってことですよね。3色意識の場合は、ドラを持ってるパターンもありますか？単野を意識だとドラないですもんね。なんだろうな。手出しにゃんそうだと想像も3、4、5に決めたよみたいに見えなくもないですよね。うんうんうん。ただ、リャン先に切るケース、なんだろう、うん。でも、ローピン、手出しで、なんだろうな。ちょっとね、これ、正直僕、ちゃんと考えれば、何十分も考えれば結論出るかもしれませんが、これは結論出ないので、まあただニャンソー切りもあるんで、まず、まあ、3、4、5の3色の可能性がややあるなぐらいですかね。うんうん、3色ですね、もしくはタンヤオで、マンズがすごい複合系だったのか、うん、なんだろう、ちょっと分かりません。でも、はい、大事なのはね、あれですもんね、結構打点ですもんね、もし何かあった時のね、まあ、3色ドラドラに当たらないことを願いながらやりますが、ただこれ関数ピンでも変、待ちが何かというと関数ピンだったらローピン先に切ってるのが変なので、想像の関連牌で差し子の3色、ローピンだとリャンワンとローピンで両方カンチャンに決めてるみたいな、うん、ちょっとね、違和感ありますもんね、うん、そうするとなんだろう、タイヤにしたのかな、
それがもうできてるかですか、そこが。うん、できてるとして、ソーズが3、4、5できてるとして、でも、リャンワン切りも変なので、なんでしょう、これはやっぱり、タンヤオなのかな。単純に形の悪いタンヤオのイーシャンテンとかかもしれませんね。それなら安い。うん、はい。3色ドラドラだと街としてあり得るのがなかなか少なそうですよ、ね、ドラさんなら3色に固定しないし、ちょっとタンヤオの遠い形と見ましょう。ねえ、リャンソーもね、はい、取っておく価値があったってことですもんね、はい、さあ、ただこれは読み違いが怖いのでこのドラのペイは切りません、はい、ファーソーは親の現物です、はい、これでシャードラドラになりましたね。3万チーして、うんうん、シャーをポンして、うん、12000ですかね。ドラ短期ですね。ヤンゴのつもぎり、さっき取ったんですね。はい、取っていた牌です。今回ね、自分の手もそうですけど、やっぱり注目されるのは親ですね。お、ここで下茶からリーチの声です。断層出だしで切ってのリーチ、うん、これは折りですそして親もね、注目ですね、この後どう打つか、が入っての一発目。手出し G1。G1 は筋ですね。G1 の筋ですか。これ受けたように見えるんですけど、ちょっとまだ張ってなかったのか。なんでしょう。どっちとも言えますね。ただまあ降りたんならもっと安全な牌来るでしょうから、なんでしょうね。やっぱ満足関数は単純な関数はじゃなかったケースもありますが、うんうんうん、ちょっとまだ分かんないですね。次の一打を見たいですね。はい、さあ、そうそう動きました。これでリャンワンが現物で、しかもリャンワンが4枚見えるんで、はい、これで E1 も切りやすいですね、うんうん、お、一発そうですね。リーチピンク一発つも1300、2600、一本バー、はい、はい、さらっと積もり上げましたリーチが、まあ、このリーチはもう読みようがないんでそうですね、はい、単純に手配の都合でおりますが、はい、うん、親の手気になりますね。親の手が気になります。どんな手なんでしょう。余計の単野と読みましたが、あ、正解です。正解。郷さん、時計の単位は合ってますよ。合ってた。よかった。あ、すごいですね、これ。2557。あ、飛び木だ、やっぱり。チピンもあんこだから、ローピンになったんですね。おしゃれな形でしたね。なるほど。これは分かんないわ。想像以上におしゃれな形でしたね。あれ最後何引いたんですか。三ピン。最後数ピン。あ、なるほど。うん、先にそうですね。じゃなきゃならないですもんね。あー、すごい面白い。あ、でもゴーさんすごい合ってますと。いや、なんかいろんな災害に備えてね、生きていこうみたいな感じでしたもんね。すごいですね。さあ、でも上がりを決めたのは下茶でしたね。はい、そうですね、まあ、この仕掛けをどう見るかが本当難しいところなんですけど、うん、3色か遠い単野オカで3色にしてはなんか違和感があるんで、やっぱり、うん、遠い単野オでしたね。的確でした。郷さん見事、そしてまた展望は削られました。はい、はい、さあ、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の何一曲もぜひご覧ください。